中祖国境紛争。中祖国境紛争。中祖国,国境紛争は、中華人民共和国とソビエト連邦の国境問題により生じた紛争である。1969年3月2日、15日にアムール川、中国語名は国立港の支流ウスリー川の中州であるダマンスキー島、中国語名はチンポ邦島の領有権をめぐって、 大規模な軍事衝突が発生した、陳鳳島事件、陳鳳宇島事件、ダマンスキー島事件。同年8月にも新疆ウイグル自治区で軍事衝突が起こり、中ソの全面戦争や核戦争にエスカレートする重大な危機に発展した。同じ共産党国家でありながら、かつて蜜月を誇った中国とソ連の対立が表面化した事件でもあった。1950年代後半の ニキータフルシチョフ首相によるスターリン批判以降、ソ連と中国の間では関係が悪化していた。中祖対立により、両国間の政治路線の違い、領土論争をめぐって緊張が高まり、1960年代末には 4380km の長さの国境線の両側に65万8000人のソ連軍部隊と81万4000人の中国、 人民解放軍部隊が退治する事態になった。在北京ソビエト連邦大使館に対する公衛兵の襲撃や国境地帯での発砲事件など、両国の小規模な衝突はたびたび起きていたものの、本格的な軍事衝突は起きないままでいた。1969年3月2日、極東のウスリー川の中洲、ダマンスキー島、沈鳳島でソ連側の警備兵と、 中国人民解放軍兵士による衝突が起こった。これに関しては、双方とも先に相手が攻撃を仕掛けたと主張している。また、中国人民解放軍部隊が民間人、農民、家畜に部隊を囲ませながら前進する戦術を取ったという。中国側の記録には、ソ連軍に大きな損害を与え、自軍の死者はごく少なかったとある。なおこの時、 少なくとも一両の T-62 が中国側に六角されている。中国は T-62 を一両公開している。7月8日には、中ソ両軍が国旅行衝動貢献に属する国旅行、アムール川の中洲、八田島、ゴルジンスキー島で武力衝突し、8月13日には、新疆ウイグル自治区、タルバガタイ、東条チクチャガントイ、広民県の鉄列、 かつひさげ、照れ口でも、武力衝突が起きるなど、極東及び中央アジアでのさらなる交戦の後、両軍は最悪の事態に備え核兵器使用の準備を開始した。こうした最中、1969年9月に、北ベトナムのホーチミン国家主席が死去し、ソ連のアレクセイコス水ン首相は、ハノイでの葬儀に列席した後北京に立ち寄り、中国の習恩大首相と会談して、 政治決の道を探り、軍事的緊張は緩和された。国境問題は先延ばしされたが、最終的な解決には至らず両国とも国境の兵力配置を続けた。冷戦最中であり、また中国では文化大革命の真っ只中に起きた、この軍事衝突を機にソ連と中国の関係は決定的に悪化した。そのため中国は水面下で同様に、 ソ連と対立していたアメリカに急接近を図った。一方のアメリカ側もベトナム戦争から手を引くために中国との接近を図り、1972年にアメリカのリチャード・ニクソン大統領が急遽北京を問いし、毛沢東と会談し、友好関係を持つに至った。その後正式に国交は結ばれずにいたが、カーター政権下の1979年1月1日を もって両国は国交を結んだ。なお、これに伴い、アメリカと、小解析率いる中華民国、台湾の国交は断絶されることにな。こうした、中祖間の国境紛争は、愛軍条約や北京条約など、19世紀に、ロシア帝国が真から、領土の割上を受けていた時代に作られた条約に、河川上の国境確定に関して不備な部分が多い、ことが腹だった。 このため、中央アジアから極東に至る中祖国境各地に貴族の不明な部分が多く、中祖間の見解は一致していなかった。満州国時代にも肝太シ島事件や長古本事件などの紛争が起きていた祖国境を紛争。また、中国側には帝国主義の時代に不当に領土が奪われたという被害者意識があり、ソ連側には人口の多い中国に対する恐怖があった。 なお、この武力衝突は、文化大革命の最中における、毛沢東一派の外国に対する強硬政策の一つと言われるが、同時に、近世以来のロシアにおける南下政策の一つであるとも言われる。両国の国境確定への協議や交渉は、1970年代も続けられたが、ソ連を敵と見なし中蘇外交で、国境問題を最優先する。 中国側は有効な成果を得ることができなかった。1980年代後半、中祖は国境問題を両国関係の最優先課題から外して国境交渉を密かに再開し、1989年にミハイル・ゴルバチョフ大統領が訪中して中祖国交が正常化した時期にようやく全面的な境見直しが始まった。 ソ連崩壊の直前の1991年5月16日、中ソ国境協定、中路東部国境協定が結ばれ、極東の大部分の国境が確定し1992年に批准された。特に、それまで双方が管理下にあると主張してきた、ポウ島、ダマンスキー島に関し、島が中国に帰属することが合意された。ソ連崩壊後、ロシアは交渉を引き 1994年には、中央アジア部分に関する中路国境協定、中路西部国境協定が結ばれ、1995年10月17日に批准された。中路国境の西部の未確定部分 54km が確定し、中央アジア部分の国境問題はすべて解決した。ソ連から独立した中央アジア諸国と中国との国境協定も個別に結ばれた。 残る、未確定地域、総面積375平方キロは、1991年の中路東部国境協定で棚上げにされたアル群川の、島、ボリショイ島、中国五名、アトモエガイズ島、アバガイト島と、アムール川とウズリー川の合流点の2つの島、タラバーロフ島、中国五名、銀竜島とダイウスリー島、中国五名、黒、カツシ島、 ヘイジャーズ島であり、合意は困難とされていた。これら3つの島に関する協議も粘り強く進められ、ウラジーミル・プーチン大統領と、胡近島国家主席領首脳による政治決着で、2004年10月14日に最終的な中路国境協定が結ばれた。この協定では、アムール・ウスリー合流点部分では、係争地を二等分するように分割線を引き、 カラバーロフ島の全域とダイウスリー島の西半分は中華人民共和国にダイウスリー島の東部のハバロフスク市に面する部分はロシアに帰属することとなった。また内モンゴル自治区側のアバガイト島は中ロ両国に二等分されることとなった。中国の全国人民代表大会の常務委員会は2005年4月27日に批准、ロシア連邦議会の国会員、 会員も続いて2005年5月20日に批准した。批准者の交換は2005年6月2日に完了し、双方の外相が署名を行った。ロシアと中国は、これをもって二国間におけるすべての国境問題は解決したと発表した。2008年7月21日、中ロ外相が北京で東部国境確定に関する議定書に署名し、 中路国境はすべて確定した。同年10月14日、同議定書は正式に発行しこれをもって、中路国境線は正式に確定した。同領土交渉で対象となった3つの島はいずれも、ロシア側が実行支配をしていることから、ロシア側が大きく譲歩した面が目立ち、交渉経緯が断片的にしか伝えられていない事実がそのことを、如実に物っている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。